疲れ様です。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今日は時間の使い方についてなんですけれども、時間は私たちにいろんな経験ですとかいろんなチャンスを与えてくれますけれども、同時に自分のこう命といいますか若さといいますか、その時間をこう奪っていきます。ですので、その自分のこう命ですとか自分の大切なしている、ものを代償として支払っているわけなんですけども、それに代わるものを私たちは例えば英語を勉強したりですとか自分の知識として仕事の経験としていろんなものを得ています。でも、その自分の時間に見合ったものを十分に受け取っていらっしゃいますでしょうか。その時間の使い方、時間は否応なしに日々刻々と過ぎていくものですので、それに見合った自分の命の時間に見合ったものを、リターンとして得ていただければと思います。誰にとっても、どなたにとっても大事な、決して戻ってこない時間ですので、一日一日この今の時間を大切に使っていただければと思います。それでは失礼いたします。